ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、健康生活の5番目ですね。私、健康生活っていうのをですね、このひばりクラブでやろうと思ったのはですね、健康と言いますと、まず皆さんが病気になってからということを考える方と、それからまあもちろん、普段から運動とか食事に気をつけられている方がおられるんですけども、すべてその基本がですね、西洋医学に基づいたことを信じておられるんですね。しかし、全然違ってですね、まあこの最初の時にいろんな方法があるんだと。まあ、要するに我々は病気をしない方がいいわけですから、しない方の一番の根元が、やはり運動と食事なんですよね。これはもう全然病気と関係ないですよね。病気になるために食事をするわけでなく、病気になるために運動するわけでない。これがまあ第一の私たちの行動なんですね。第二の行動がですね、ならないように若干の細工をするってやつがあるわけですね。これが漢方であり、それから日本の生薬、漢方とは言えないかなっていうですね、立ち振る舞いとかですね、それから何かお茶を飲むとかですね、お茶はちょっと生薬とは言えませんからね。それから、葛根湯を飲んで体を温めるとかですね。これはまあ漢方に属します。それから、ホメオパシー、体に毒物を入れて若干の体に反応させると。まあいうようなものがですね、あるわけですね。で、これはもう非常に有力なんですね。つまり、体の抵抗力が若干、細菌に対して弱くなってきたなっていう時に防御するんですね。だけどこの防御もですね、あまり完全にしてしまうと、もうこの世の中からウイルスや細菌がなくなります。おそらくですね、まあ今の近代科学でははっきりしてませんが、この世の中から病気とかウイルスとか細菌とかそういうのがなくなったらですね、人間は絶滅すると思われます。つまり必要悪ですね。必要悪というのがやっぱりあるわけです。それが全部終わって、それから西洋医学。西洋医学もですね、抗生物質のように、細菌とかそういうのを直接的に攻撃して殺してしまうというような西洋科学とですね、それからまあ血管だとか、膝とかそういうものを健全に保つという西洋科学とですね、それから外科手術のような全然別種のものもありますから、なかなか西洋医学っていうのも一つの枠組みには入らないんですけども、私たちの日常的な感覚としてはね、病気になったら西洋医学ということになるんで、まあ、それが第三段階にあるわけですね。それからまあいよいよもう人間としての全体のシステムが保てないということで、まあ、この世をさよならすると、まあ、その時にどうするかと、まあ、いうこともあるわけですね。したがってこの4つがあるんですけども、この4つがですね、科学を総合として考えているものがほとんどないんです。本もありません。ネットももちろんありません。もちろん皆さんが悪意でやってるわけじゃなくて、まだ科学を全体して覆い、歴史を全体として覆ってですね、こういうふうな主な考え方でいくんだっていう大きな哲学がまだないんですよ。まあ、哲学って言いましてもね、私が今からそうですね、30年ぐらい前に、まあ、割と有名な哲学の先生にですね、武田先生、ちょっと哲学の方をやってくださいと。そうしないと現在の哲学は、科学がわからない人が多いので、科学が十分に入った哲学っていうのはできません。これからの哲学は科学も十分に入った哲学じゃなくちゃいけませんからって励まされて、いやいやですね、いやいやっていうか自信がなかったもんですから、哲学の論文を1に書いたことがあります。本当にこの医学もですね、西洋医学も含めて、東洋医学も含めて、ホメオパシーも含めてですね、栄養学も含めて、そういった考え方の哲学というのがいるわけですね。まあ、それの第一回の試みとして私このシリーズをやってるわけです。で、今日は健康生活の5ですね。まあ、それの一応、一段落しましたので、食事、運動、防御、それから薬治療ということで、まずですね、割合狭い範囲で、この健康の哲学というのをこれやってるわけですが、健康の哲学の中で、割合狭い範囲でですね、一通りのまとまりをやろうかと思ってます。まず食事については、ここでだいぶお話をしましたので、まあ1から4まで、まあ2、3、4とお話をしました。で、これは主に我々が日本人であるということが、
我々の食事には非常に重要であるということを書きました。まあ、この点ではですね、現在の日本社会で一番問題なのは、食品を提供する企業とかですね、食品を提供する側の専門家がですね、自分の企業とかの儲けとか専門に関わらずですね、やはり日本人の健康を増進する、日本人ができるだけ病気をしないようにするというような立ち位置に立ってですね、行動してほしい。特に、まあ、私が言ったように牛乳メーカーとかですね、それからまあ、いろんなそういうメーカーが少し日本人に問題を生じるんじゃないかと考えられる食品のメーカーが、より積極的に自分たちの食品と日本人の健康という点について十分な資料提供とかですね、まあそういうものをやってもらいたいというのが、まあ今まで3回やりましたから、ある程度お分かりになったと思います。それからネットでですね、食事がこれがいい、あれがいいというのは非常に多いものですから、僕も今度全部こうチェックした、全部ってことないですけど、何日かかけてチェックしたんですけども、多いのに驚きましたね。その内容を全部聞くってことはやっぱりできませんでした。特徴のある人を聞きましたね。お医者さんが一番多かったですけども、トレーナーとか、まあそういう方もおられて、どちらかというとお医者さんなんかよりかトレーナーの方が正しく理解してるなというふうに思われる節もありました。まあ、お医者さんはお医者さんとしての見方、トレーナーはトレーナーとしての見方っていう感じがいたしましたね。それから個人で発信されてる人は、まあ誠意あふれてますけども、やはりちょっとね、こう見てる範囲が狭いもんですから、もう少しやっぱり基礎的な、まあここでお話しましたのは、日本の文化、日本人の体、そういうものを十分に勉強されないといけないんじゃないかというふうに思いました。それから運動ですね。運動はまた運動の専門家は随分ネットとか本とか出しておられまして、私は運動の方はね、食事よりかはまだまだいいと思いました。食事の方はむちゃくちゃあるんですね。例えば一時流行りました、炭水化物忌避かな、糖質って言っても砂糖と果糖とでんぷんって全然違いますからね。だからそれらを一食単にして糖質拒否なんてやってますと、まあ、提唱していた方が早くお亡くなりになったりしてますしね。まあ、いろいろそういうの弊害が起こってくるんではないかというふうに思いましたので、食事の方がちょっとエクセントリックっていうんですかね、こうカーッと来てとか自分の思想を前面に出してっていうところがありました。それから見たら運動を推奨する方はですね、まあ、筋肉の運動は筋肉の運動、無酸素運動、無酸素運動とか有酸素運動とかですね、それから一日に、昔は一日1万歩なんつってましたけど、まあ、最近では一日1万歩は必ずしも万人に適切ではない。もちろんそうですよ。万人に適切な運動なんてあるはずがないですよね。もちろん一人一人によって、男と女によっても違うし、年齢によってものすごく違うし、スポーツ選手と単なる、普通の生活をしている人とは随分違いますのでね。まだ僕が今運動についてはっきりとしたものが言えないのはですね、実は一橋大学の先生、文化系の先生ですね、哲学に近い先生なんですが、その先生とどっか、研究会している時に同じ部屋で寝泊まりしました。その時に先生がですね、窓際にこう座ってですね、私にこう言いました。先生、私は運動が下手なので、まあ生まれてからほとんど運動していないと言ってもいいんですけども、この年まで元気で来ましたと。先生、人間には運動が必要なんでしょうかと。まあ、こういうことを聞かれましてね、答えられなかったことを恥ずかしく思ってるんですよ。もちろん答えられるっていうか、一般的にはそれは運動した方がいいですよとかね、人間は動物ですから運動は必要ですよとか、先生、まあそうは言わずに適当に散歩ぐらいしてくださいよって、これは無責任な答えなんですよね。僕は本当に人間でほとんど運動しない人が、運動っていうのは、その場合先生が言っておられる運動っていうのは、一橋大学に行くために電車に乗って歩いて行って講義してということを意味してるんじゃないんですよ。僕はそう思いましたね。その先生の運動っていうのは、スポーツウェアに例えば切り替えて一橋大学のグラウンドに行って軽く1週間2週間してくるとか、それからまあ鉄棒に対してね、鉄棒の運動するとか、そういうことを言っておられるんだろうと解釈したわけですね。つまり運動っていうのは特別に意識しなきゃいけないのか、日常生活の中で普通に動いてればその人は大丈夫なのか、
じゃあ大丈夫っていうのは、その人が平均寿命まで生きることができるのか、それともその前にダメになっちゃうのか。しかしむしろ運動することによって早く膝が痛くなったりですね、それから故障が多くなったりすることもあるわけです。で、私がそこで一橋大学の教授に、もしそこで、ああ先生それは運動した方がいいですよというためにはね、私の知識として隅まで隅まで知らなきゃいけないんですよ。その人がどういう人か分かりませんからね。じゃあその人に対して血液検査をして、遺伝を全部調べて、どこに住んでるか調べて、その人の祖先は一体運動してた人なのか、それともずっと座りながらなんか文献書いてたような人なのか、それをきちっと調べないと、その人の個人のそのアドバイスができないわけですね。で、運動っていうのは非常にこう人によって違うので、まあ一般的にどういうふうなことをしたらいいっていうと、私がいつも言ってますように、我々は動物だから、その我々が動物であるっていう骨格とかね、筋肉の動きとか、それは変わらないんですね。それから男性と女性と比べますとね、これはもう解剖医の方なんかに、カーボーイじゃないですよ、解剖医、解剖する人ね、解剖するお医者さんなんか聞きますとね、男性の筋肉と女性の筋肉と全く違う、当たり前なんですけどね。それは女性は子供を産むためにベストの体、男性は力仕事するためのベストの体ですからね、筋肉の量から太さから全部違う、驚くべきほど違うと私に一生懸命言ってくださった解剖の先生がおられますね。だからもちろん男性と女性とね、同じ運動を進めるというのはもうむちゃくちゃな話なんですよ。もちろん女性でよく言われますように、お産をすればそこで骨が失われるとか、いろんなものが失われます。骨っていうのはもともとですね、毎日毎日血中に溶けちゃってるんですよ、カルシウム。それをまたこう補充してるっていう形なんで、我々はいつもカルシウムをある程度取らなきゃいけないわけですね。子供のように骨が増えるときに小魚を食べればいいだけじゃなくて、人間はいつも骨を血中に溶かしながら交番していってるわけですね。まあそういったこう人体の体の構造だとか、マスバランスって言いますかね、まあ人間という物体がどういうふうに動いてるかってことを十分に知らなきゃいけない。そうすると普通の人にはですね、まあ瀬戸内海の小島のおばあちゃんで言ってくださいっていうぐらいしかいけない。つまり瀬戸内海の小島ですから日当たりがいいと、日光浴を浴びて少し坂道を登って、みかんをもぎに行って、みかんをもいでまた帰ってきて、近所の人とお話をして、そして家に帰ったらお茶を飲みながらみかんを食べると、まあこれぐらいはですね、共通してやった方がいいんじゃないですかぐらいが言えるっていうことなんですよね。ただまあもちろんその個別にはですね、運動っていうのはこういう時は有酸素運動がいいとか、少し年取ってきたら大きな筋肉がなくならないようにした方がいいから、まあスクワット、軽いスクワットとかですね、それから歩くとかですね、そういうまあ自分の体についてる大きな筋肉が大体どこにあるかっていうのはですね、まあまあ大雑把に知っといた方がいいし、それはまあある意味で学校で習ってもですね、まあ60から70ぐらいから必要になってくるわけですから、まあ普通はそれまでね、男性の40ぐらいは別に何も習わなくたって、通常の普通に仕事してればですね、まず大丈夫な時期なわけですね。で、こういった食事とか運動とか、もちろんストレスとですね、精神的なストレス、これはもうものすごく大きく健康に関係しますので、健康生活にはもうストレスがないこと。ストレスがないことの一番大切なのは、自分が得をしようと思わないことということですね。自分が得をしようと思わないこと。それがまあストレスを一番減らすことの最大ですね。それから私最近言ってるんですけども、現在の社会の時代がどういう時代にあるか、どういう時代にあるかっていうことを正確に認識すること。これが非常に大切ですね。っていうのは自分が石器時代にいるかね、縄文時代にいるか、江戸時代にいるか、現代にいるかで、相当やっぱり心理的な持っていき方が違うんですね。ただ人によってはですね、こういうふうに社会があるべきだという強い信念があって、現代社会と全然違う時がありましてね。それでものすごいストレスを受けてる人いるんですよ。まあその人に対して私は、今の社会、特に日本の社会っていうのは、自分ではありませんよ。社会は自分ではない。社会は自分ではないと
3回ぐらい唱えると少し楽になるかもしれませんって言ったりするんですね。社会っていうのは一人一人の人が一人一人の考えでいるんです。主には自分が得しようと思っている人がほとんどなんですね。それは自分自身も自分が得しようと思っているんです。例えば私たちが何かしようとするとき、これは自分にとって損になるってことをあまり積極的にやる人っていないんですよね。ってことは私たちの頭の中ってのはいつも無意識に自分がそれによって得をするってのはちょっと言葉悪いんですけど、まあ分かりやすい。得をするかどうかを判断して、損になると思ったら、いやちょっと私遠慮しますって、得になると思ったらやりますっていうような反射的にそういうふうになってることもあるんですね。したがって、まあ食事、運動、それからストレスっていうのはやっぱりもちろん大切。それが終わったら今度防御なんですね。私今日常的な日本人の生活で一番大切な防御は、やっぱお茶を飲んだり、日光浴したり、お風呂に入ったり、熱いお風呂ですね。だけど、熱いお風呂っていうのもね、風邪とかがんを防止しようと思ったら、熱いお風呂。それから、ストレスが大きいから少しなだらかにしようと思ったら、ぬるい風呂なんですね。ただ、これについてもやっぱお医者さんがね、非常にこう、短距離的な目で見るっていうか、ぬるい風呂がいい、ぬるい風呂がいいって言ってるお医者さんが多いんですよ。だけど、それはね、精神的なリラックスを得るという場合はぬるい風呂がいいんです。ただ体を活性化する、体を免疫を活性化するっていうことについての主な医学的な判断はやや熱い風呂がいいんですね。ですからそれは、自分の健康に対することを考えてしなきゃ。そういう点ではですね、お風呂に入るということだけでもね、ものすごく難しい、個別にあるんですね。お風呂がぬるい方がいいとか熱い方がいいという問題ではないんです。それから水なんかもそうですね。よくね、もう水を飲めば健康になるなんつって2リッター飲めとか言ってる人いますけどね。水ってのは基本的には食物から 600cc とか 700cc 入ってくるんですね。それから最近はもう体からね、汗腺がね、汗の腺が少し衰えまして、それで体から水が出るのがだんだん汗が少なくなって、おしっこだけになってきておりますし、なんか社会が近代的になりますと常におしっこを自由に行けるってことはないんで、水分が外に出しにくいという場合もあります。その場合は本当に2リットル飲むってことがですね、まあ、腎臓の機能とかそれからその人の気分ですね、まあ、そういったもので十分に正しいかっていうことを考察して2リットル飲んだ方がいいって言ってる人はあまりいませんですからですね、まあ、人間は千差万別であり環境も千差万別であるってことを考えてですけどね、まあ私がそういう中でも推奨できるのが、まあお茶と、それから日光浴と、軽いこの歩行と、それからお風呂、それからまあ、笑いの絶えない家族でしょうね。笑いの絶えない家族。これは僕が言ってるのは家族がまず必要である。それはどうしてかっていうと、お父さんお母さんがいて自分がいて、そして自分がこの世の中で生を、生きていると、生きるっていうことをやってるということの安定感っていうのがあるんですね。それから、まあ、自分が結婚して幸せな家庭を持ち子供がいると。これ子供がいない人とか結婚できない人を全然非難してんじゃないんですね。統計的に僕は物理学者ですから、統計的にどうしてもそういう人が出てしまうし、それから現在の日本は結婚しない方がいいという力が働いております。自然としてですよ。自然の生物の集団として、結婚しない方がいいという力が現在働いております。それから、子供を産まない方がいいという力も働いております。今1億2000万人だから多分7000万人ぐらいまで日本の人口が減るまではですね、我々の生物としての体の中に子供を産まない方がいいという力も発生してます。だから今はですね、家庭生活難しいということですね。ですから笑いの絶えない家庭というのが大切で、子供がいた方が大切ですが、それは一般的な人類の社会を言ってるんであって、2000年から2080年ぐらいまでは我々日本人は特に若い人は非常に考えなきゃいけないんですが、必ずしも家庭と子供っていうのが私たちの生きることの支えにならないということも同時に分かってなきゃいけない。これはもうね、人によって背の高さが違うとかね、そういうこと全部一緒ですので、仕方のないことだと思います。それから全部健康とか人生とか考えたときに、それらが全部、今言ったことは全部加工されて、やっと私たちはお医者さんに行くとか、薬をもらうとか飲むとか、それから治療に専念するとかいう領域に入るわけで、
そこからが健康ではないっていうことを、もうこの健康生活の5番でもう一回繰り返してですね、そして、またさらに先に進もうと思っております。